週のキックオフ新州は、リリースの選手の意外な一面が見える新州なでしこ図鑑。この可愛いポーズは何？さらにサポーターが愛してやまない推し選手にどんな質問でもしちゃう人気企画、戦う男の怖いものが明らかに。こんにちは。こんにちは、新州です。今日は酒井アナウンサーと一緒にお伝えしてまいります。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今週はこの方々と一緒にお伝えしてまいりましょう。まずは安藤千佳奈ちゃんです。お願いします。お願いします。そしてもはや準レギュラー高崎宏之さんです。お願いします。よろしくお願いします。高崎さん、スイカは？スイカも時期終わっちゃいました。終わっちゃいました。終わっちゃいました。次長芋なんで、ぜひ掘りに来てください。わかりました。じゃあみんなで行きましょう。行きましょう。それでは、ね、早速こちらのコーナー参りましょう。新州なでしこ図鑑のコーナーです。はい、こちらのコーナーは、レディースの選手と女子会を行い、選手の素顔に迫っちゃおうというコーナーです。今回はこちらの選手です。どうぞ。今回のゲストは AC 長野パルセールレディースのディフェンダー永井伊吹選手。強豪アイナック神戸レオネッサから移籍して2年目、1対1の守備に強く、昨年行われた FIFA U20 女子ワールドカップコスタリカ2022では日本代表キャプテンとして準優勝に貢献しました。ホテル自慢の豪華なデザートを用意して女子会スタート。永井選手、はい、スイーツ作りが得意って聞いたんですけど、はい、よく作ります。オフの日は大体家でスイーツは作ってます。すごい。何作るんですか？チーズケーキもそうだし、すごい、フロランタンっていう、あのクッキーの上にアーモンドをスライスした。すごい。あれ難しくないですか？あれも得意なんです。すごい。じゃあ結構本格的に得意なんですね。はい、あの高校生の時にスイーツ作りの専門家ではないですけど、そういう学科に専攻してて、よく、はい、作ってて、もう皆さんにあげてますね。チームメイトの方に。ちかなちゃんはスイーツ作りは？あ、好きですね。あの卵の割る音が好きできっかけが斬新すぎてそこからなんかスイーツ作るのが好きで、私もアイドル時代メンバーにあげてったりしました。卵割る音。レディースの選手からいろんなことを聞いていてですね、なんか褒められるのが嬉しいっていう菊池マリア選手なんですよね。とここでちかなちゃんが永井選手を褒めて、歯が見えたら永井選手の負け、耐え切れれば永井選手の勝ちというゲームをすることに。ちなみに罰ゲームは？あ、じゃあ、あの例の恐竜。じゃあ負けたら例の恐竜のもの。ちかなちゃん、それ自分もやるリスクあるんです。大丈夫？大丈夫です。用意スタート。チームのために一生懸命頑張っていて、このほくろのチャームポイントがすごい可愛いなって思っています。そして肌が綺麗で髪も整っていて、笑顔が素敵です。ちかなちゃん勝ちだね。今歯見えてましたね。ちかなちゃんが結構ずるかった。長かったですね。そうですよね。そうですよね。一言かと思ったのも嬉しいです。それでは永井選手、トリケラトプスのモノマネお願いします。やらんでもいいのに。だんだん恐竜が詰まってきた。やりきりました。ありがとうございました。かわいい。かわいかったですね。なんか小さなトリケラトプスっていう。なんか個人的にもチームとしても、はい、あの目標にしてることとかってありますか？個人的には、うん、去年ワンゴール決めて、すごくゴールの嬉しい差が感じれたので、もっと取りたいし、アシストも今年は5アシストぐらい目指して頑張ります。今年は何ゴール目標でいけますか？3で。お、ちょっと増えた。ぜひちょっと永井選手にもカメラゴールを決めた時にもやっていただきたいんですが、はい、岩下選手はあのちかなちゃんに考えてもらいました、はい、じゃあ私ちょせっかくなんで、じゃあちょっと照れた顔が可愛いので、うん、こうやって
やっていただきましょう。 OK です、 OK です。ゴール決まりました。カメラに向かってかわいい。大丈夫ですか？じゃあこれを試合中試合中に、ね、もうこのポーズもそうですし、アシストとかゴールとか目標にしていることを楽しみにしているので、はい、本当に頑張ってください、はい、ありがとうございます。このポーズはよくやってたの？これはでもメンバーがよくやってました。私はそこまでやってなかったです。だいたい自分が取っておいてずるいせい高崎さんねでもね、笑顔がすごい素敵だったんでやってほしいなって思って、うん、これを選びました。いや、いいですね。いや、高崎さん、あのスイカ作りとかされてますけれども、はい、スイーツ作りはされてるんですか？スイーツは作ったことないです、はい、でもどうですか、選手がそういったこう難しいこう料理をされてるっていうのは。でも見た感じすごいなんか凝ってるっていうか、難しそうな作ってたんで、なんかサッカーもし終わってもパティシエの道が確かにセカンドキャリアに僕はセカンドキャリアの、そうなんだ、もはや今先頭立ってますもんねこういう道がありますよ。そっちの方がちょっと興味があります、ね、はい、でチカナちゃんはあんまりスイーツ作らない。スイーツ今はそこまで作る機会なくなってしまったんですけど、やっぱアイドル時代は作ってました。じゃあもうみんなメンバー待ってますんでね、来週待っておりますぜひ、ね、選手にも、ね、振る舞ってあげてください。ちょっと作ったやつをね、はい、続いてはこちらです。はい、教えてあなたの推し選手のコーナーです。スタジアムに来ていたサポーターの皆さんに推している選手を調査し、さらにその選手に気になる質問も投げかけました。ご覧ください。まずはこちらの女の子から。杉井選手です。なんで杉井選手の杉井ですか？面白い。試合終わってからのガッツポーズとかが気合が入って全力で頑張ってます。オフの日には何をしているんですか？気が向いたらどっか行きます。疲れてることが多いので潤い感とか温泉とかいろんなところに行ってますたまにホームタウンの小川村とか行ったりしていいオフを過ごしてます。なんかお気に入りの場所とかできました？戸隠神社です。いやもう大好きなんで、去年4回ぐらい行って今年ももう2回ぐらい行きました。御社巡りして、あとは駐車ぐらいでそば食べてとか、そういう感じです。満喫。2人目は左の男の子からです。橋内選手です。犬の散歩で見かけたりしてたからです。昔住んでた。あの犬の名前は何ですか？シンバ君です。かわいいです。今日誕生日で。今日誕生日、はい、8歳になりました。で僕もともと犬アレルギーで犬も怖くてダメだったんですけど、奥さんがどうしても飼いたいって言って、だから可愛がるために研修とかは俺に全力でちゃんと真剣に選ばさせてくれっていう。そしたら可愛がれるしっていうので自分で探して、近所の家をこうぐるって回るんですけど、そこが多かったのと、スカイパークはよく遊びに。まだまだ続く推し選手への質問。この後はこの選手の意外な一面が明らかに。サポーターに愛してやまない推し選手を徹底調査。3人目はこちらの男性から。背番号15は宮坂のプレーが好きなんですよ。あのコーナーキックなんかもう大好き。ダゾーンでも、はい、もうすごい痺れましたよ。食事かなり気使ってるのかな。だいぶなんか数年前に比べると絞ってるけど、奥さんがよくサポートしてくれてるんでしょうね。どうでしょう。奥さんにあのしっかりバランスの取れた食事は作ってもらっていて、まあ、脂質はできるだけ下げて、結構あの麻婆豆腐好きで、はい、あと麻婆茄子とか結構辛いものが好きだったんですけど、子供に合わせて結構甘口とかになってて、逆にそれが今すごい美味しくて、あの食べたい時は要望してます。4人目はこの方です。村越くんです。村越選手です。見てて分かるのにガツンと前に出てくる、
その力強さっていうか、もう若さが前面に出てるところが逆に好感が持てます。何か怖いものはありますか？あ、怖いもの2つあって、1つは先端恐怖症なんで尖ったものを見るとちょっとこう怖いなって思います。あ、ペンの先とか、あと机の角とかはもう本当にダメなんで、家にある家具は全部角が丸いのでぶつけてもあともう一つ、母ですね。あら、めちゃくちゃ怖いです。お母さんには今でも頭が上がらない？上がらないです、もうペコペコです松本山入って今年初めて試合見に来てくれて声援されてるっていうのがすごく感じたらしくて、母が下から来るようになったんですね最後にそんなお母さんにメッセージを送っていただきました。親孝行というものをまだ全然できてないので、まあ、これからこうもっとこう僕が活躍して親孝行できたらいいなっていうふうに思うので、まあ、これからも自分らしく頑張ります。おー、ということでやっぱり高崎さんの怖いものっていうのは元山鹿の監督の反町監督ということで、いえいえ、優しいですよ。優しい、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 はい、東証っていうイメージがあったんで。そうですね、まあ、試合中は怖かったですけど普段は優しかった、はい、でもどうですか、試合に身内の方が見に来られるっていうとやっぱりご自身としてもやっぱりモチベーション上がったりとかしました？あ、そうですね、やっぱ嬉しいですし、まあ、なんとかしてなんか勇姿を見せたいみたいな感じはありましたけど、はい、そうなんですね。で、ちくまちゃんは高崎さんに質問ないですか？質問ですか？でももうずっとこう畑仕事やられてると思うんですけど、はい、あ、サッカーの話じゃない畑の話高崎さん上手いや、でも今サッカーの話かと思ったんですけどここがね、ちかなちゃんのいいところなんですよ。どんなボールが来るか分からない、はい、バナナシュートで来ますからね畑、はい、はい、もう休みの日とかってないんですか？今のところ休み、あ、でも今スイカ終わってちょうど今ゆっくりいろいろ、まあ、こうやって呼ばれたりですとか、まあ、いろいろ出かけたりはしてます、はい、サッカーと変わらずハードな生活を送られているという。毎日ハードですね。すいませんね、高田さん。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、続いてはこちらです。熱戦信州サッカー。それでは先週末行われた J3 リーグ WE リーグカップの様子をプレイバックです。明治安田生命 J3 リーグ第25節、松本山雅はアウェーで5位 FC 大阪と対戦。上位陣が勝ち点をこぼす中、勝利をつかみたいところでしたが、前半12分、さらに20分、連続で失点を許してしまいます。45分には PK のチャンス、ストライカー小松のキックはなんかデータにもあったようですが、ファインセーブで阻まれます。悪い流れを切りたい山川、前半アディショナルタイム、新加入の野澤デヨンのシュート、ギリギリ届かないコース、技ありのゴールを決めます。しかし後半アディショナルタイムに PK で失点、3対1で敗れました。まだまだ優勝も諦めてないですし、残り全部連勝してくれると信じているので、信じて応援するだけです。サポーターもチームも昇格に向け熱が入る高木新監督の初陣は現在単独首位を走る愛媛との一戦です。シュタルフ前監督のサッカーを継承し磨きをかけるべく、序盤からエンジン全開でゴールに迫ります。しかし前半12分、失点を許します。負けてはいられないパルセイロは33分、佐藤がふわりと浮かして得点、高木監督と喜びを分かち合います。その勢いのまま逆転したいところでしたが、得点は動かずドロー。高木新体制での初勝利はお預けとなりました。もっともっとタフにハードにやれるようなプレーを見せていきます。特にホームでは全員で
勝ちましょう。以上です。諏訪地方を代表する御柱木遣歌と岡谷太鼓の演奏から始まったパルセイロレディースの試合。地元出身の伊藤ゆりや選手は、小さい頃から聞いてたあの太鼓の迫力とか、まあ、もうすごくアップの時から力になりましたし、どんどんそういう長野の伝統的なことを取り入れていってほしいなと思います。 B リーグカップ第2節はアイナック神戸レオネッサと対戦。ホーム開幕戦で新体制初の勝利を目指します。試合は13分、奥津のこのゴールで幕を開けると、43分、岡本からのパスに川船、岡さんからの縦パスのコースが見えて、ここしかないっていうところにパスが来たので、あとはもう反転して打つだけでした。後半22分に失点を許すも、アディショナルタイムに菊池の完璧なフリーキックが決まり、ホーム開幕戦で新体制初の勝利を飾りました。練習でも見たことないシュートが3点も入ってですね、指導している僕らの方がびっくりしたようなゴールでした。初のホームゲームで勝利ができたっていうのは、なかなか僕にとってはとても運のいいホームスタジアムだなというふうに今日改めて思いましたので、素晴らしいスタジアムでまた次の試合いい結果が出せるように頑張りたいと思います。高崎さん、練習でも見たことのないようなシュートっていうのはやっぱり本番で出るもんなんですか？まあでも練習してるからこそ、はい、出るもんだと思うので、ちゃんと土台があって、はい、ということですね。でそしてトップチームの方に話が移りますが、パルセイロ武井新監督に代わっての1戦目の試合、どうご覧になられましたか？まあでも首位の愛媛に対して、まあ、あれだけ粘り強くやれてたので、まあ、まだまだ上位狙えると思うので、まあ、知ってる選手もいますし、なんとか頑張ってほしいなというふうに思います。監督としてのチーム作りというのはやっぱり1週間ではやっぱりそこまでは、まあ、難しいですね。まあ、やっぱりその高木監督のやりたいことはあるんですが、まあ、1週間ではそれは浸透しないので、まあ、今まであったベースプラス高木監督のやりたいサッカーができればレベルアップにつながると思います。まあ、どのぐらいでその色といいますか、はい、高木監督こうやりたいんだなっていうのはこう見えてくると思いますか？いやどうですかね。でももう言っても、もう本当終盤戦なので、まあ1試合でも早くそれが出れればいいかなというふうに思います。なるほど、そうですね。1試合でも早くね、この高木監督のアイデアだったりが浸透していくことを期待したいですね。はいはい、さあそれでは J3 の順位表を見ていきましょう。現在松本山雅 FC は10位、そして AC 長野パルセイロは17位という順位になっています。ちょっと山がもうちょっとね、負けがちょっと混んできてるかなと思うんですけれども、はい、高崎さんから見て何が足りないですか？何が足りない、全部はやめてくださいね。まあでも一つはやっぱりもう気持ちの問題だと思うので、まあ、この、まあ2失点ともまあ同じような形でやられているのは、やっぱり本当少しの体の寄せですとか、まあ、そういうところの問題なので、まあ、気持ちをもっと入れて、やっぱ目の色変えてやらないと、もうあっという間にシーズンが終わってしまって、まあ、後悔しか残らなくなってしまうので、まあ、今からでもまだまだ昇格ラインには届くと思うので、まあ、なんとか必死になってしがみついてほしいなというのを全力で、ね、はい、やっていただきましょう。はい、そしてですね、先週末に行われました高校サッカー選手権長野県大会2回戦の結果です。須坂創成高校はあずさ川、池田工業、南安住農業の合同チームと対戦し、6得点を挙げて勝利しました。そして松本有ヶ崎高校は7点を奪う大量得点で勝利し、3回戦進出です。長野工業は長野南を3対0で下し、
次のステージに駒を進めました。さあそして3回戦ですが10月7日からシード校も登場する熱い戦いに注目しましょう。では続いてはこちらです。週末に行われた試合の中から私が注目してほしいシーンを選ぶ下島家のここ一緒、新監督に勝利を、チーム一丸となって戦う気持ちあふれるプレーのここが一緒。今週のここ一緒では高木力新監督が見守る中、チーム一丸となってゴールを守るプレーをご覧あれ。愛媛のスローインです。さあここで一度は取られるも取り返され、中央から右サイドへ、中にいられても守りますよ、絶対に私たちは守るんです、守ります。ほらなんとこの場面見てください、ここなんとゴールキーパー入れて10人で守ってるんですよ。なんとしてでも守りきり新監督に勝利を、この気持ちあふれるチームプレーがいいっしょ。もう流れの中で10人で守るって高橋さん、いかがでしたか。やっぱり必死に守りたいんだなっていうのは伝わりますし、あともう一人どこ行ったのかなっていうのも気になります。もせっかくなら全員いればいいのにもう一人どこ行っちゃったのかなっていうのは気になります。でも守るときはもうこういうシーンもあり得るっていうことですね。ちかなちゃんはどう映りましたか。はい、いやでも本当全員で一人はちょっとあれなんですけど全員でこう守ろうっていう気持ちが全面的に見えましたよね。見えました。そしてあの高木新監督 の見守る姿勢ね、はい、高崎さん立て膝ついて、はい、あれは結構やられたりするんですか。どうなんですかね。僕の時の監督は反町監督もよくやってました。はい、それは何の意図があったんですか、ね、いや分かんないです。カメラワークかなんかですか。カメラワークを意識してなのか、そこで見られた方が、はい、俺ちょっとかっこよく映るぞって、はい、っていうふうには僕的には思ってます、はい、あ選手でプレーしてたよ、はい、あまた格闘がかっこよく映ってんなプレー中そうですね、はい、とかね、ということもありつつということでございました、はい、ということでここ一緒でございました。それでは週末の試合情報です。明治安田生命 J3 リーグ第26節、パルセイロは今日この後アウェーで福島と、山賀も今日この後琉球とホームで対戦します。 2023-2024 WE リーグカップグループ B 第3節、 AC 長野パルセイロレディースは今日この後アウェーでアルビレックス新潟レディースと対戦します。みんなで信州のチームを応援しましょう。さあということで今回のゲスト高崎さん3回目の出演でしたがいかがでしたか。いやもう楽しくできましたし、ぜひまた呼んでください。よろしくお願いします、はい、そして次週の放送予定に、うん、下の段田中ハイマーのプレーの真相ということで、うんはい、どっかのこう一部のプレーを切り取って解説していただくというのがあるんですけれども、はい、高崎さんにもいつかこうやっていただきたいと。ぜひぜひやってみたいです。いいですかこう、はい、ストライカー目線で。そうですね、やっぱりこの角度から打ったのが素晴らしいんだとか、はい、ちょっと切り取っていいですか。はい、じゃあいつかよろしくお願いします。ちょっと先になるかもしれませんけれど、はい、よろしくお願いします。さあ最後はこちらのコーナーです。勝つのはどっちかなということで、しゅんくんどっちのボールを持ってくるの、皆さん来週もお楽しみに。また来週。また来週。 J3 リーグ第26節福島対パルセイロ、勝つのはどっちかな。しゅんくんお願いします。あでも迷ってる、あしゅんくんが投げた。J3 リーグ第26節、山形対琉球、勝つのはどっちかな。